日曜夜9時は釣りバカ対決。今回は伊豆諸島新島沖で超高級魚キンメダイを狙う。よっしゃー、魚だらけ、やった、うん、キンメダイの魅力はその極上の味。そう、釣って食べるまでが釣りバカ対決なんです。頑張っていきましょう。今回のゲストは親友で釣り仲間の佐々木勝弘さんと野々村誠さん。対決ルールはキンメダイの総重量勝負。とにかく釣りまくっちゃいましょう。いたよいたよ、見えてきたよ。序盤から釣りバカたちは爆釣モード。勝つかな。おいしそう。これでかい。よし、いいぞいいぞいいぞ、これ OK。 しかしこの釣りの難しさが30メートルもある絡みやすい仕掛け。これをスムーズに落としていくのがコツなんですが、ちょっとなんか翔平さんすんげえ絡んでるもん。やばいやばい、慣れない仕掛けに悪戦苦闘。やばいです。野々村さんやってます。嘘。なんで絡ました。マゴさん絡ました。よしよし。野々村さん、仕掛けがぐちゃぐちゃのまま海へ。戦線離脱。戦線離脱が悔しい。果たして極上金目を味わえるのはどっちだ。翔英小島玲子の最強釣りバカ対決、5月13日日曜夜9時。